秦の国から取り寄せた珍しい金類だそうだ。上様に献上されるんだよ。上様に、うん、これ、おくみ、上様にこれを。邪魔だ、すくり。いくらだい。三文。時は聖徳三年、徳川幕府開府より104年を経た。七代将軍家継様の御代にございます。この頃江戸の町には歌舞伎芝居や植木、花の栽培などが流行り、町人文化があでやかに花開いておりました。江戸城本丸御殿は表中奥大奥に分かれ、その中で祭りごとを執り行うところが中奥にございました。この時幕府の中枢におられたのが先代家の武功からの側用人、真鍋越前の神秋房様にございます。農薬者上がりの美男で、表の祭りごとのみならず大奥にも牽制を振るわれる真鍋様を、対抗する老中筆頭秋元田島守高友様はいつの日か追い落とそうと狙うておいででした。上様と総ぶれにお出ましにござりますか。はい。お勤めご苦労に存ずる。先代の御側室であり将軍御聖母の月光院様、この方もまたそのお立場によってあまた敵を作られました。亡き先代御正室の天英院様、おこなきがゆえに不遇をかこつことになったこのお方は月光院様を憎み抜いておられました。良い顔色やな。ありがとう存じます。紅の色が少し濃いようやい。まあよろしい。そして大奥の扇の要、裏若く咲いたけた大奥総取締江島様、
月光院様の片腕として敏腕を振るうこのお方の前途にも幾多の敵が待ち構えておりました。江島様、お急ぎくださりませ。総ぶれの刻限にございます。ほんにな。連城院様、宝珠院様、滝川様、ご機嫌麗しゅうございます。ご機嫌よう、江島。そなたもそのような雅なお召しにてどちらにおいでや。総ぶれにござります、連城院様。さよであったな。私どもは二の丸三の丸が住まいゆえ、上さんにもとんとお目にかかれぬ。私どもの分もよろしゅうご挨拶くださりませ。頼みましたぞ。かしこまりました。庭に咲いてたエビスグサの花へ、良い香りにございますな。足袋が汚れていますよ。中奥と大奥とをつなぐただ一つの通り道はお鈴廊下と呼ばれ、これより先に立ち入れる男子は上様ただお一人にございました。女たちの欲望と嫉妬が渦巻く大奥、その大奥を束ねるべき七代目の将軍が弱いわずか五つの幼い若君であったことが新たな悲劇の始まりとなったのでございます。上様、天英院様、月光院様におかれましては
本日もご機嫌麗しい恐悦至極に存じたと祭ります。明くる年に控えましたる今日よりのお使者とのご拝謁、滞りなく用意を進めております。ご献上の品もすでに手配を済ませてございます。奥の者一同不作法なきよう実技を第一にお務めつかまつりまする。月光院様、月光院様いかがなされました？大事ありませぬ、とんだ粗相をいたしました。センブリの匂いがいたしまする。これはいいなこと、中身がセンブリの苦茶に変わるとは危機快々。何かの呪いなら愛おしいことやなあ。藤川。はい。おさじ殿のところにこれを。私はお疑いか。いいえ、奉仕院様。ただ中身を改めてもらわねばなりません。これではもうお茶会は続けられませんな。お歌の会にでもいたしましょうか。それはようございます。いたしましょう、いたしましょう、いたしましょう、いたしましょう。そしたら月光院さんのお歌から。月光院様、さ。はい。暁の寝覚めに香る藤ばかま、影こそ見えね思い華やぐ、寝覚めに香る藤ばかまとは見事なお歌いよう。なれどそなた、影こそ見えね思い華やぐとは何のことにござりますやろう。はい、それは。月光院様は藤ばかまの香りは花の姿は見えずとも香りだけで心が華やぐと
お読みなのでございます。しおれてしまえばいっそしおらしいものを。いつまでも咲いて部屋に匂いをまき散らす藤ばかまは煩わしいものにござりますな。月光院さんはご自分のお歌までお月のお女中に頼ってお読みにならっしゃる。およしよしなご身分や。殿上院様、万葉の昔、ぬかたの大君が斎明の帝の御心を読まれてより、この方尊いお方に代わって歌を作るは朝廷のしきたりではございません。江島殿は浅草の町方のご出身とはいえ、ようお勉強なさっておるようじゃ。さすが学がおありになる。いいえ、真の教養とは学問より心映えにございましょう。人の犯す小さな過ちを広い心で見守ることこそ義人の心得と存じます。江島、今日は助かりました。まことに表には越前、奥にはそなたがいてくれることが私の心の支えです。ありがたいお言葉です。清と呼ばれていた頃から私の執事を癒しむ人の声は多い。そなただけが昔から変わらぬ。月光院様こそ奥に取り立てていただきました頃より幾度となくかぼうてくださいました。あなた様もお変わりになりません。そう思うておくれか。はい。許してくれているのですね。はい。少し疲れました。上様もお昼寝の時刻じゃ。ごはぎ、上様をご寝所へお連れ申せ。私もこれにておいとまを。江島殿、大儀でござった。江島様。なんじゃ。月光院様のことにございます。このまま捨ておいて人の噂にでもなれば、江島様のお立場をも危うくさせることに。月光院様は先代家信公亡き後、たった一人残られた上様を守って日々心を張り詰め戦ってこられた。周りは敵ばかり、お味方は真鍋越前の神様ただお一人じゃ。そのただ一人のお味方に身も心も許してしまいたくなるお気持ちは無理からぬこと。さようにございまする。それでも
私も時には不思議に思います。男の体とはかほどに女子を狂わすものであろうか。越前の心が今一つつかめないのです。越前の神様のお心はあなた様お一筋にございましょう。奥方さえお持ちにならず、忙しいご政務の合間にも足しげくこちらへお通いなのですから。私は奥にいる時のあの方のお顔しか存じ上げぬ。江島、頼みがあるのじゃ。はい。四ツ谷の愛禅院とやらいう寺に縁結びの木があるそうじゃ。添い遂げたい人の呼び名と自分の呼び名を書いた紙を枝に結びつけると生涯別れずに暮らせるという。そなた増上寺第三の折にでも。九蔵岡様、誠にございますか。この煙に当たると殿方に惚れて惚れて惚れ抜かれる体になれるというのは。そういう言い伝えだそうじゃ。亡くなられた先代の上様のおかげで今日はようやく外に出られたんです。十分に当たっておかねば。でもでも奥勤めの私たちがこのようなものに当たっても当たるだけ無駄な気がしますけど。そう言いながらそなたでしゃばっておるではないか。九蔵岡様、もう少し下がってくださいませ。あの、私近々皆様とお別れをすることになるやもしれませぬ。縁談がまとまりそうなのです。それはめでたいこと。ああ、めでたい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 。藤川。はい。あれは何です。あのお香にあたると殿方と縁がつくそうにございます。世の女子とは浅はかなものにございますな。あれが名高い縁結びの木か。はい。そなたたちはここで待っていてください。お香水をいただいてきます。はい。この辺でいいかい。ありがとうございました。
人情不白を極むる世相を一新すべきこと。一つ、粗悪なる貨幣流通し、物価投機を見る折から、新たに良質な金銀を鋳造すべきこと。上様、よろしゅうございますか。越智に任す。母。上様は誠にご聡明であらせられる。田島の神様、何か申し述べることはございませぬか。上様がご同意なればそれがしに異論はござらぬ。ではこれにて所持進めさせていただきまする。越智は偉いの。そっちが将軍のようじゃの。近頃お育ちのあまりよろしくないお方が奥にて牽制を振るわれておられる。悩ましゅうござります。無知無学なお方がお子に恵まれたというだけで将軍聖母と崇められる。そのお月の江島もあの春日の壺を気取るような尊大ぶり、見るたび腹に据えかねるわ。皆様のお悩み、ごもっともながら、それよりも案ぜられるは、あの真鍋越前守が幼き上様を盾に我が物顔で政を操っていること。一つ妙な話があるのですよ。越前は総触れの後、月光院江島と御座の間にて長談議をするのが習いですけれど、その後中奥へ帰る越前のうなじの経が乱れていたのを表使いの松原が見たというのです。うなじの経が。まさか月光院様と情を通じているとでも。面白い。それは良いことを聞きました。表の舞台ではなかなか隙を見せぬ能役者のあの越前は裏に弱みを持つ身やとしたら、なあ滝川。確かにたとえ噂だとしても失脚させるには十分なためになりますよ。宮地、奈良屋善右衛門。ええ。大奥総取締江島様を引き合わせると天苑院様が仰せじゃ。ええ。よかったの奈良屋、ありがたいおぼし飯じゃ。へえ、おげい。その代わり頼みがあります。へえ。今月10日寛永寺五代さんの後、慣例の歌舞伎見物に女中たちを引き連れて行きますゆえ、そなたがひいきの山村座にて江島様をもてなしていただきたい。もてなしの中身は分かっておるの。一
いつもやっておることじゃ。へい。よう分かっておるよ。へい。東西東西極上上吉生島新五郎、やんややんや生島新五郎。お殿様、席を外してくれ。ええ。三浦屋、今日の出来は今一つだったな。そうですかね。太夫元は手厳しいからな。まあ芸だけが食う道でもねえけどな。京橋の待ち合いで乗客が待ってる。込み入った話があるそうだ。分かってる分かってるって。おお、新さん、これからお楽しみかい。商売だ。楽じゃないね、役者家業も。安藤先生、私の似顔絵描いてくださるんでしょ。ああ、生島新五郎にございます。ご贔屓に預かりまして。金50両入っています。仕事を請け負っていただきたいのです。報酬は300両、それから名字対等の身分を差し上げます。仕事が終わったら西国へ行ってください。歌舞伎役者からは足を洗っていただきます。もう若くないあなたが舞台で看板を張っていられるのもいつまでか。悪くない話だと思いますが。仕事は何ですか。いつもしていることをしてくださればいいのです。女を一人落としていただければ。
年は28の女盛りとは申せ、男を知らないウブな女です。あなたなら造作もないことでしょう。結構なお手前にござりました。時に滝川殿からもお聞き及びとは存じますが、例のことは。はい、資格を放ちましたのえ。資格とはまた物騒な。資格は資格でも色のついた資格や。それは長女、休んじてお手並み拝見いたしましょう。待たせました。待つのもまた楽しみでございます。芝居小屋で宮地様をお見かけいたしました。何か悪巧みですか。憎い女子がいるのや、それ以上は申せ。下に下に女子は恐ろしゅうございますな。私ども役者の世界でも足の引っ張り合い小競り合いはままありますが、その女子大奥にいながら人目を忍び、昼日中から能役者上がりと乳繰り合うているのやえ。そういうあなた様も陰ではこのようなことをなさっておる。私がそなたに会えるのはせいぜいが月に一度。あの女子は毎日のように男に抱かれているのよ。憎らしい。さればたっぷりと楽しませて差し上げましょう。次に会える日まで私をお忘れにならぬよう。その月の10日、将軍家菩提寺参拝が執り行われました。将軍家の菩提寺大さんは、大奥に閉じ込められた女たちが外に出られる数少ない折にございました。それゆえ、帰りに歌舞伎見物などに打ち興じ、城勤めの憂さを晴らすのが常となっておりました。春日の局様がお定めになり、厳しく守られていた大奥御法度も、時の流れの中、いつしか骨抜きにされていたのでございます。
芝居だね。やるぞ。色気より食い気ですか。福丼屋の奈良屋と座元が挨拶に来ておりまする。お初にお目にかかりまする奈良屋にございます。どうぞ一つ末永をご贔屓のほどお願い申し上げます。座元の山村長太夫と申します。うちの看板の三浦屋も一言御礼申し上げに参りましてございます。よろしゅうございますか。どうぞ。生島慎五郎と申します。この度は山村座をご贔屓にしていただいてありがとうございます。後ほどまたお邪魔をいたします。どうぞお楽しみを。ご了承。どうです。お次いたしましょう。申し訳ございません。愛禅院で一度会いましたね。そうでしたか。女の方と。ああ、あれは私はあの人には買われただけです。買われた。歌舞伎役者は舞台の外では女に買われるもの、ご存じないのですか。そうですか。ではあのような方が他に何人も。私を買いたいですか。お望みなら
あなただけのものになって差し上げましょうか。そのようなはしたないことは二度と申してない。わかりました。松郎よっ、待ってました。ただし小屋の中で真剣を抜くはご法度。これで勝負召され。よし、やっとか。やれ、新五郎の機転で難を逃れたかに見えた一行ですが、この一件は谷口新八の訴状により即刻公儀目付の知るところとなったのでございます。面白い天英院め、早速やりよったわ。申し訳ございません。ご病弱な上様の健康をお祈りして、毎月ごまの行が主せられました。江島様は月光院様のご名代として、将軍家ご息災祈願のお札をいただき、大奥に戻られるのでございます。
あなた様がおいでになるのを見て船頭に役を代わってもらいました。この船が鎌倉菓子に着くまで四半時、その間は一緒にいられます。どういうつもりですか。何をしようというのです。こうしているだけでいいじゃありませんか。並んで風に吹かれる、並んで座る、空を渡る雲を見る、話をする、話をしない、黙って横にいる連れの顔を見て何を考えているんだろうなと考える。そういうことをあんた男としたことがありますか。この前あんたを見ていて俺はちょっとかわいそうになったんです。あんたは外にいる時も屏風を立てて城の囲いの中にいる、この船の上にいる間は囲いを取ってください。普段の役者が江島を落とした後は江島を戦技にかけます。江島が吐きましょうや。それより男にやすやすと肌を許しますまい。固い女だ。そんなことはどちらでもよろしい。男を先に戦技にかけ江島を落としたと言わせてしまえばこちらのもの。火などなくとも煙を立ててしまえばよいと。大事なのは江島に月光院を裏切らせることや。さりとて江島ほどの女が大恩ある月光院を売るかどうか。田島の神、女子というものは女子を裏切るものにございますのえ。それではしばらく奥への出入りはお控えになられるのですね。このこと何とぞよしなに。月光院様に敵方が罠を構えている気配が、今うかつな動きをすると私のみならず月光院様のお立場も危うい。お察しくだされ。越前が誠にそのように申したのですか。
越前の神様はあなた様が中傷にさらされることなくつつがなくお過ごしになられるよう心を砕いておいでなのです。何より上様の御ためにございます。どうかそのお気持ちをお汲み取りくださいませ。添い遂げたい人の呼び名と自分の呼び名を書いた紙を枝に結びつけると生涯別れずに暮らせるという。月光院さんはおひいさんにあたらしゃってお疲れのご様子にござりますな。ひでりはひでりでも男ひでりにあらしゃるのやろ何事も顔に出るお方にございますな。月光院様。
すんじゃ。何をグズグズしておる。月光院様がご乱心召された。早うおさじを。はっ。それから月光院様は病みついてしまわれ、幾日も床に伏せる日が続いたのでございます。沖を確かに。覚えておられますか。奥に入って間もなき頃、町方の出と蔑まれ、女中たちに仕置きをされて、井戸端で泣いていた私の手を、あなた様は縁から